フェルミ推定をガチで当てに行こう。おエディです。古川です。よし、最強クイズ王集団カプリティオチャンネルです。はい、そして本日もゲストに来ていただいております。フラガン氏 M リーグ公式実況の松島桃です。おー、お願いします。おいで。はい、兄弟戦プロポーカープレイヤーのリュウタロウです。よろしくお願いします。いやー、すごいね。はい、ということで前回に引き続きこのお二方にクイズに参加していただきます。いや、ありがとうございます。本当にフェルミ推定ってのはご存知ですか、リガさん。あ、まあ僕らは知ってますけど、僕らはお二人も分かります。フェルミ推定、なんとなく。あ、はい、はい、まあね、賢いよ、もうすぐフェルミ推定を知ってもうね、賢いです。賢い、はい。まあ、どういうものかというと、まあ、パッと見積もるのが難しい数字を、まあ、いろんな過程を積み重ねていくことで、当てていこうっていう方法のことで、まあ、よくね、その就職面接とかでよくこのフェルミ推定が必要な問題が出されることが、ね、結構あるんで、はいはいはい。まあ、その就職面接とかだとちゃんと論理立てて理由を説明できれば数字が合ってるかどうかは割とどうでもいいみたいな感じなんですけども、要は論理的に考えられるかを見られてるわけですね。そうそうそう。今回はクイズなので、ちゃんと数字も当てに行こうよということで、これからフェルミ推定が必要になるような数字で答えの問題を出しますので、皆さんはそれにボードで答えていただきます。はいはい、はい。で、その際にですね、一応考える過程も書いて説明していただくという形になっております。4人が回答しまして、正解に一番近い答えを出した人に1ポイント、はい。答えのプラマイ 10% 以内に答えが入っていたら、一番近いかどうかに関わらず1ポイント入ります。なるほど。その両方を取れば1問で2ポイント入ることもあります。あー、なるほどね。でもやっぱりリュウタロウさん、ポーカープレイヤーっていうと数字系には強くなるもんですか。まあ、そうですね、結構敏感にはなりますね。麻雀もそういう意味ではね、相手の手牌読むのにその川に何枚とか確率がっていうのも桃さんも考えてますもんね。そうですね、基本確率がベースのゲームなので、数字にはこだわりたいですね。そうですよね、僕ね、数字が絡むと何も分かんないんですよそれでは一体誰が勝つのか。よし、早速やっていきましょう。俺じゃなさそうでは第1問はもうヘルミ推定ベタの問題をちょっと出してもらいます。あー、でもあれかな、じゃあ、はい、国土交通省の発表による、日本にある電柱の数をお答えください。いや、もう暗記すればよかった出たことあるよな、これ。全然どうやって考えていいか分かんないやばい、前提がもう間違ってる。あ、そう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 、そうですよね。非常に恥ずかしい、これは。あー、できた。よかった、わかった。分かってるね。分かった。なんでそんな自信満々なの。分かった。ほど論理的じゃない。分かりました。こんなにないわ。いや、僕もこんなにないな。俺もね、こんなにないなと思ってる、正直やばい数字出たけどな。あ、そうだよね、やばい。待って待って、じゃあ皆さん書きたいようなので書いた。はい、じゃあリコから順番にじゃあ聞いていこうかな。はい、電柱は各家庭の前に必ずあるんですよ、分けるから。はいはいはい、うんうんうん、はい。で、日本の人口1億人と仮定します、平均1人から5人ぐらいでは絶対生活するよねと、だけどマンションとか集合住宅の場合はそこでめっちゃ分かれるわけだ、はいはいはい、そうね、ってことはかなり多めに寄せていい、1から5の5側に寄せていいと、はい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 、じゃあ5に寄せましたよっていうことで、2000万世帯ぐらいあるってことやんな、じゃあ2000万本でしょうと。なるほどなるほど。世帯の数に近似するはずです。なるほどね、その、はい、世帯ごとに電柱1本ぐらいやろうということで、はいはいはい、まあ1億分の5ということ。そういうことです、はい。じゃあ続いて古川さん。はい、私リコとねちょっと近いんですけども、電柱1本で周囲の5世帯分程度電力を賄えるだろうと、はい、その集合住宅もあれば一軒家もあればということで仮定したわけです。はい、で皆さんね、ご存知、あの今日の料理というね番組があります、はいはいはい、あれね、レシピがこう1世帯の人数が変化したことでずっと4人前で作ってたのを2人前で作って表示するようになった。なるほど。詰まるところ、もう NHK が1世帯は2人だと、はいはい、言ったんですよ。あー、これ面白い。クイズ知識すごい。そうで、ってことはこの電柱1本が5世帯かける2人前の10人分の電力を、なるほど、で賄ってるんです、うん、で日本の人口1億2000万人と置くと、1億2000万割る5かける2ということで、1200万本あります。なるほど。いやー、いった。これはこれ、この今日の料理の情報を入れてくるのか。いやー、もうこれは採用するよ、はい、こいつは。これは就職受かりそう。受かるじゃあ、はい、続いて桃さんお願いします。はい、広さから考えました。なるほど。本土国土が38万平方キロ。あ、すごい、すごい、すごい、そうですね、はい、知識ある。ここだけアピールしていってきっと
200m 置きぐらいにあるかなって全部。ああ、でも確かになんか次の電柱までそのくらいのイメージありますよね。そうそう、なのでそうすると 5×この25本がこの1区画にあるわけ、はい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 。でもここまで行って待てよと、うん、山いっぱいあるじゃんと。ああ、そうですね。日本って住んでないところあるもんね。そうですよ、こんなに密に立ってるのは国土の2分の1くらいな気がして。いや、それじゃあ、アバウト、いきなりアバウトだ。国土の半分くらい、山、海、川みたいな。で25本かける38万、うん、38万平方キロメートルかける、うん、最後日よって2分の1して475万本、うんうん、ああ、はい、いやでも、はい、論理はすごいちゃんとしてますね。そうね、面積からいったパターンね。はいはいはい、ここ多分減点ですよ、でも半分くらいだろう。半分くらい。では最後リュータローさん。はい、リコさんと古川さんとまあ考え方ちょっと似てるんですけど、うんうん、やっぱり世帯の前には電柱があって、うん、そこから、うん、絶対一世帯には1本あるなと思って、日本の人口が 1.2 億人で、うん、まあ一世帯大体2人ぐらいだろうと。ああ、そこは一緒だね。そうですね、で、まあ、6000万世帯ぐらい、うん、でこれで6000万本になるんですけど、そうね、うん、ここで山岳地とかだと山奥に届けるために電柱だけをこう、あ、逆にあるんじゃないかなと。増やしたんですね。そう思ってちょっと増やしちゃいましたね。足して7000万本にしたんですけど、確かに集合住宅とかありますね。ああ、そこをちょっと考えてなかった。ちょっとそこが多すぎるかなっていう。いや、そのプラスの分がどれだけ上積みしてるかだよね、だからね。はいはい、うん、さあ、これ4者4用のね、うん、さあ、論理と答えが出ましたけども、うん、では正解に発表します。はい、国土交通省の発表による日本の電柱の総数は、うん、3578万本。うわー、ということで一番近いのリコです。そうなのね。すごい、やったね。その電力のことを結構考えてたと思うんですけど、うん、電力用のその電柱が2393万本あって、あと通信用の電柱があって、あ、それが1185万本あって、全部で3578万本あるんですね。なるほどね、うん、ということで、まあ、誤差が1500万ぐらいのリコが一番近いということで、1ポイントです。いやー、素晴らしい。では、第2問。はい。2021年に行われた東京オリンピックに参加した選手の総数は何人でしょう？全世界の選手が合わせた人数を答えてください。クイズ知識いったわ。お、いいね、そういうのがあって。いや、すごいな。俺も少なく感じる、めっちゃ全然。俺なんか、もっと多くなれ、もっと多くなれと多すぎるな、ちょっと待って。嘘だ。じゃあ皆さん、書き上がってですので、はい、じゃあ次は、ね、古川さんからしてみましょうかね。開会式の入場行進に着目しました。お、はい、おー、なるほど。国によって多い少ないがあったなと見ていて、はい、うん、まあ、日本とかそういう結構強い国だと思うんですね、オリンピックに、うん、そういう国は多くて、もう1人しか代表いない国みたいなのも結構あったことがあるので、平均で言って30人くらいだろうと、はいはい、世界にね、今国はだいたい200カ国くらいあるんですけれども、うん、全ては参加しない、予選敗退とかもあるんで、開会式の長さからどんだけ多く見積もっても100カ国くらいしか参加してないだろうと。これから算出すると30競技くらいね、オリンピックは夏はあるんですけど、大概、はい、1競技100人くらい、はい、いると、サッカーとか多いし、まあ、馬術とかは少ないし、やっぱりそのくらいの平均になっても、整合性が取れてるので、30人が100カ国で3000人です。なるほど、はい、開会式から予想していったと。開会式の見た目と長さ。なるほどね、はい、3000人そんな少ないか。いやいや、3000人でしょう。では、じゃあ桃さん、なんと私も開会式に選手がいっぱい来るなって思ったんです。で、全然あの何競技ぐらいあるとかが分からなかったので、うん、見た目で行きました。はい、うん、開会式みんな集まって行進します。まあ、大体横に5人ぐらい並んでるとしましょう。ああ、そんな感じだ。確かに、そう、雰囲気で行進はゆっくりめだから、うん、だいたい 1.5km 毎時ぐらいだなと思いました。おー、なるほど。スピード、歩くスピードが速さで行ったの。速さで行きました、うん、で、まあ、2時間ぐらいが限度ですよ、行進なんかも多分、うん、なので5人かける全長 3km の長方形ができるんですね。なるほど。やっぱソーシャルディスタンス的に 2m 開けたいんです。あー、でも今年は特に厳しいですもんね。そうなんです、ご時世に関して 2m 開けると、まあここ、まあ、ちょっと細かい話なんですけども、1500人ぐらい縦に並べますよね、うんうん、並ぶ となると1500人かける横列5人で7500人くらい。
はい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 、いや確かにこれは論理的ですし、ね、納得できる、はい、昨今の情勢も踏まえた、ね、答えということでなかなか、はい、面白い。では続いてじゃあ龍太郎さんお願いします。はい、競技数と種目数に着目してみました。なるほど。で、ちょっと競技数知識ないんですけど、まあ、50競技ぐらいあるんじゃないかなって思って、でそれぞれに、まあ、例えば水泳とかだったら、まあ、メドレーとか、はいはい、まあ、400m なんちゃらみたいなんで、うん、まあ、それ鳴らすと、あ、5種目ぐらいあるかなと思って、うん、で、まあ、それぞれ男女があるので、うん、まあ、それも ×2 して、うん、1競技に、まあ、50人ぐらいかなと鳴らすと思って、で同じ人が複数の競技というか種目に参加するとか、水泳とか体操なんてよければね、うん、で結構多いかなと思ったんで、うん、0.8 をかけようかなと、あ、ちょっと減らそうと、ちょっと減らそうかなと思って、これ全部掛け算すると、まあ、大体2万人ぐらいに、結構違う、また倍以上になった、ね、確かに結構差が出ましたね、はいはい、まあ、競技の種目と、まあ、大体50人ぐらいというところから、ね、いやどうだろう、一番いいんじゃない、あれ、あ、そう、あ、そう、評価が、ちょっと待って、こう、増やしていくゲームみたいな。じゃあ、その、なんか陣ありそうな、じゃあ、リコお願いします。ざっくりとした知識なんですけど、確か300種目近くあったんですよ。ああ、はいはい、競技の中に種目があるから、ね、それぞれの種目にメダル、入賞、それ以外があるんですけど、ね、入賞8位まで。はい。8位なんですけど、さすがに入賞しない人の方が多いやろ。ああ、だから入賞がすごいんだね。そうそう、だから、一つの種目に対して、20人ほどいて、そのうちの上位8人しか入賞できませんよっていう感じになってます、うんうんうん、なるほど。種目って言っても個人種目と団体種目がありますね、うん、確かに。約半数、半分の150は、団体種目です。まあ鳴らすと大体10人ぐらいになるということで、うんうんうん、計算しました。個人種目が 150×20 で3000人、うん、団体種目が 110×20チームで1チーム10人で3万人、合わせて 3.3 万人です。なるほどね。言われるとそんな気もしてきちゃうわ。聞いてて思いついた、もう一個の推定の方法をみんなでちょっと共有したいんだけど、はい、選手村ってあるじゃん、はい、リコの人数いたら結構もう選手都市くらい市がそうなんだよ。そんな選手村におるんかなっていう気もする。おるおるおる、いたいた。開会式には全員来ないから。ああ、じゃあ少ない、開会式の人数から言ってる俺たちはじゃ少なく見積もっちゃったかもね。そういうことです。なるほどね。4社4用の数字が出ましたが、うん、正解は11,090人ということで、あ、こっちだ。もうさ、入場、開会式の入場のスピードからいったら一番近い。いやね、スピードすごい。ね、スピード更新の時よ。それだけはねえよ。それだけはねえのよ。いや合ってんだから。いい見積もりだ。いい見積もりなんだから。東京オリンピックの競技が33競技で、はいはいはい、全339種目と参加した国地域が全部で205という。あ、そんなに、はい、じゃあもうここが俺はもう少なかったんだ。ね、ほとんどの国はもう参加してる。参加してんだね。はいね、うんうん、はい、ということで、大野さんが1ポイント。いやー、はい、じゃあ参ります。第3問、日本で飼われている乳牛の数をお答えください。やってくれるな、これもいや、どう考えたらいいんだ、これ。うん全然わかんない、これどうしたらいいの。進が進まないですね。あ、これはちょっとじゃあ難問だったかな。いや、龍太郎見てもうすがすがかけよるで。いやこんなにいないだろこんなにいないよ。はい、うん、じゃあ皆さん書き終わったようなので、はい、じゃあ今度はももさんから、はいはいはい、牛乳の消費量からいろいろ要素を拾って考えました、うん、私が給食を食べていた頃、瓶牛乳だったんですけど、うんうんうん、1本 200ml だったんですよ。はい、そうね、最適、そうですね。ということは、まあ、日本人ってそのぐらい消費してるんじゃないみたいな。あ、なるほどなるほど、仮定しました、うん、日本の人口約、まあ、1億2000万人と置きましょう、うん、となると単純に1日に2400万リットルが消費されてるわけですね。なるほど、うんうんうん、これを全乳牛で賄いたい、うん、乳牛が1日にどのぐらい出すのか。はい、はい、そうなんだよね。はい、牛も生き物なので、うん、赤ちゃん牛が飲みきれる量しか出さないんじゃないかなと。あー、そうか、はいはい、本来ってそのために出してるわけだから。そうですよね、うんうん、まあ5リットルぐらいいけるやろっていう。赤ちゃん牛いけるだろ、まず5リットルと、はい、2400万割る5リットルで、まあ、480万といればいいなっていう計算になりました、うんうんうん、引退気味の牛乳さんや子牛ちゃん、まだちょっと出が足りない子牛ちゃんも含めて、はい、500万と
あなるほど。確かに、うん、論理としては強い、納得できますね、うん、そうね。ではじゃあ続いて龍太郎さんお願いします、はい、ちょっと似てるんですけど、はい、日本人は、はい、まあ、1人1日1杯ぐらい飲むんじゃないかと、うん、まず牛乳を、うん、1杯はまあコップ1杯ぐらいかな、ちょっと多め 350ml ぐらい、うん、はいはい、まあ、日本の人口1億2000万人なので、うん、計算すると1日に4200万リットルぐらい消費されてるのではないかなと、うん、でまあ大体生産量と消費量はまあ同じぐらいだと思うので、ここが一番重要で、乳牛1頭から ここが全く知識がないんですけど、50リットルあもう10倍の差だ。ここで50キロ取れるのね。いや、あの牛1頭の体重から考えて、まあ、1日に何回か取れば取れるんじゃないかっていう、ね、まあ、4200万リットルを50で割ると、まあ、84万と。なるほど、わかりやすい。まあわかりやすいね、確かにね。基本同じような感じで、思考は見てる、ね、ここただ、牛のコスパがめっちゃ悪かった。じゃあ、リコお願いします。はい、日本の店舗の数から攻めました。店舗、はい、スーパーやコンビニって大体20人に1人ぐらいの感覚であるかなと思ったんですね、はいはい、で日本の人口をやっぱり僕は1億計算しやすいから1億言ったんですけどなんでだ、日本にある店舗の数は20人に1人なんだから、500万店舗、うん、はいはい、で、1つのお店に50本ほど1リットルの牛乳パックありますよねと、うん、でまあ、そのうち、まあ、賞味期限とかあるんで当日にできたのは大体5分の1、5000万本ほどでしょうと、うん、すなわち、5000万リットル、うん、うん、牛が出してるわけですね、はいはいはい、1頭あたり1日10リットルと僕は仮定しまして中間ぐらいで、はい、10リットルと、そうすると、少なくとも、500万頭いるんですけど、もう引退した牛やまだ妊娠していない牛も含めて、うん、すごい跳ね上がって2000万頭、すごいな。これに含まれてないやつがもう4倍いると。牛乳の量から算出してる以上は牛乳を出さない牛をすごいもう珍重して考えないといけないんだ。しないといけないんですよ、まあ、結構膨れ上がるなっていう計算で僕は、2000万頭に、はいはい、なるほどね。なるほど、もう3人も全部桁がもう違います。結構差がありますね今回は。そうだね、はい、ただ古川さんお願いします。はい、ね、日本人がね1日に消費する牛乳はやっぱり加工食品も含めて 0.5 リットル程度、500ミリはもう飲んでる、牛乳飲んでる人もいるし、給食で飲んだ後うちでも飲んだりするわけだから、うん、はいはい、乳牛が皆さんちょっと舐めてもらっちゃ困りますよ。乳牛がね出す量なんですけど、搾乳機の雰囲気を皆さん思い出してください、うん、なんかもうでっかい筒みたいなところにぐん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 音が鳴ってさ溜まっていって、あれはねもう30リットルですわ。30リットル、はい、気がする。50はねちょっとねいってないでもねもう10ってこともない、30なんですこれは。日本の人口ね、リコ、うん、ちょっと舐めすぎなんですよ、はい、1.2 億います確かに、あんま変わんないよ。 1.2 億人かける 0.5 リットル割る30リットルで200万頭です、うん、なるほど。下は84万から上は2000万まで、2000万です。答え発表します。はい、日本で飼われている乳牛の総数は、うん、135万2000頭ということで、ゆうたろうさんが、うわゆうたさんが誤差は大体50万ぐらいで、ふうかさんが大体誤差は60万ぐらいということで、さあ、ちょっと、皆さんがちょっと考えてたその乳牛がどんぐらい出すかって、そうめちゃくちゃ大事です。30、1日出せるその牛乳の数は大体20から30リットル。うわすごい。じゃあそれは合ってたんだ、はい、日本人が1日に飲む牛乳は、まあ、大体ざっくり 100ml ぐらいで、あ、まあ、それが少ない、まあ それに他の乳製品とかも加えてっていうことで、まあもうちょっと増えるっていうので、なるほど、ね、はい、いやー悔しい。でも僅差で負けた。よしよし、くそー、これは大きいね。古川さん以外に1ポイントずつ入ってます。いやー、やっぱり苦手なんかな、うん、まあでもね、次の問題で2ポイントで逆転できますから。よし、なるほど、やってる。はい、では第4問。昨年2020年の年末ジャンボ宝くじの売上額をお答えください。ちなみにこれ年末ジャンボ宝くじと年末ジャンボ宝くじミニっていうのがあって、そちらも含みます、うん、全然わかんない。一番いくらかわかんないや。それ嘘でしょ。いや、ほんで忘れちゃった。そもそも一等いくらだっけっていうのもそうですよね。いや、こんな少なくねえわ、もうこんなに多くもねえな。なんなんだよ。
か。いいか。じゃあ皆さん書き終わったようなので、じゃあ。ゆうたろうさんからお願いします。はい、配当金から考えました。はい、1等前後賞多分7億円ぐらいなんじゃないかな。はいはいはい。で、1等前後賞だけじゃなくて他の賞もあって、まあ、2等から6等ぐらいまであるのかな、うん、額は下がっていきますけど、あの個数はね、増えていくので、まあ、それで13億円分ぐらいあるかなと、うんうんうん、で、宝くじの還元率多分 50% ぐらいって聞いたんですよ。はいはいはい。っていうのは、まあ、100円払った時に平均でいくら返ってくるのかっていうのが、うん、まあ、50円ぐらいと、うん、なるほど、半分ぐらいになるだろうということで、1人1等が出るごとにこの足した20億円プラスこの倍、うん、40億円の売り上げが出てるのではないかなと。で、あとは何人1等が毎年出るかなんですけど、うん、まあ、そんなに多くはないと思うので、うん、まあ、10人ぐらいかなということで、うんうんうん、10倍して400億円にしました。なるほど、わ、はい、かりやすい、わ、うん、かりやすい、還元率から考えていくかな。そうですね、はい、うん、なるほど。じゃあ続いてリコ。はい、僕も同じくですね、僕は控除率なんですけど、まあ、一緒ですね、一緒ですね、はいはい、どっちを取るかの違いですけど僕も 50% にしたんで、はい、同じ意味ですね。宝くじの控除率は 50% っていうのは、まあ、ざっくり知ってたんですよ、はい、50% 還元するんですけど、そのほとんど全てを、まあ、1等前後賞が占めるだろうと。なるほど。1等前後賞合わせて5億円だと思ったので、うん、この1セットあたりに1個しか、1等ないんですけど、うん、その1セットって10億円で売れるんだな、うん、ということが分かります、うん、で、ね、毎年1等が20本ぐらい出るかなってことだから、うん、20セット分ぐらいが売れてるということで、うん、200億円、うん、ということでしょう。なるほど、ね、ここは結構近い数字が出ますね、はいはい、じゃあ古川さんお願いします。はい、僕はギャンブルとかをやないって決めてたんですよ、子供の頃から、はいはい、親がね、ちょっとそういうの好きだったりするから僕は絶対にしないと。なるほど。とにかく宝くじの知識がない、はい、まず年末ジャンボ7億円です。あ、そうなんだ。へえ。伊藤さんと同じく、はい、他のも合わせて僕はね10億くらいかな、7億、うん、10億くらいで考えました、うん、で、あとね僕知ってるんですけど1割は戻ってくるんですよ、うん、10枚買ったらそのうちの1枚のお値段は戻ってくると、うん、母親が嬉しそうにね喜んでいるので最低ね、はい、なので1割ってことはないと、うん、で、ちょっと2人が言ってる意味が本当分かんないんですけど1等なんだから1個でしょ、年末ジャンボに1等なんだから、年末ジャンボの1等なんだから1個ですよ。1個しかない。それ1個と前後があるんだから。で、あとはね、よく言ってるんですけど、買ってる人がこれやっぱ夢を買ってるんだよ。じゃあまあこれ夢なんだから、なんやかんやって40億円くらい。すごい楽ある、すごい楽あるよ。なんやかんや、なんやかんや、なんやかんや、そろそろ10億円くらいが私たちに与えられるということですよ、国民に。 75% くらい持ってかれてるんだよね。夢買ってるんですよ、そのくらいの割になのよ。はいはい、じゃあ最後ももさんお願いします。はい、まあ、1枚300円ですよね。そうですね、確かね。それは間違いない。で、人口1億2000万人よく使う、ここまではよく使うんですよね、はい、宝くじがこれだけずっと生き残ってる理由、うん、60歳以上の方に根強い人気があります。根強い人気があります。うちのお父さんお母さんめちゃくちゃ買った。まあでも確かにうちの親も買ったですよね、うん、ごめんなさい、ここの知識が抜けて、まあ、ざっくり5000万人ぐらいだとしましょう。じゃあ年配の方々が平均2枚ずぐらいずつ買っててほしい、はい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 、なのでここで1億枚売れるんですね。でそれ以外の7000万人はですね、もう子供とかもいますし、平均今 0.3 枚ぐらいかな、うん、と思って、ここで2100万枚です、うん、でここ足して1億2100万かける300円で363円。なるほど、うん、はいはい、ちょっと他のみんなとは違って、その1人何枚買うかっていうことで、うん、ね、では正解ですが、昨年の年末ジャンボ宝くじの売上額、うん、1434円。ということで、りゅうたろうさん1ポイント。そうなんだ、仕組みを知りたいよ俺。昨年の年末ジャンボは1等7億円で、前後賞が1億5000万です。合計10億円。あ、もうそこでもう10億円使っちゃってんだ。はい、宝くじ買う人は大体なんか1人当たり平均28枚ぐらい買ってそうですね、買う人は。買う人は、ね、買う人は、まあ、人口で言ったらまあ1人4枚平均4枚ぐらいですね。もっと買ってたなんで、はい、そうですね、もっと買ってたんですね。そうなんだね、今回はだいぶ手が届いてしまいましたが、まあ、一番近かったのはリュウタさんです。いやーすごいということで、これで問題終了。うわー、リコ1ポイント、ルカさん0ポイント、ももさん1ポイント、リュウタロさん2ポイントで、リュウタロさんが優勝です。ついに、
ベスト優勝。いかがでしたか今回。いやそうですね、前回ちょっと思った結果出せなかったので今回優勝できて本当に良かったです。ちょっと賢いやつやると普通に強いんだよ、やっぱね。向上率還元率が 50% とかみたいな知識もねちゃんと使ってたりもしてるから、ね、いや G の頭の良さと知識量とね、うん、どっちも出てたね。次じゃあももさんでした。いざ考えてみたらどこから取り掛かればいいんだろうってすごく悩んでしまったので、うんね、改めてこうやっていろんな面から考える大事さっていうのが分かったんですけど、うんうんうん、出した答えが時速1点入場更新のスピード。自分の限界を思い知らされたんですけども楽しかったです。はい、じゃあ続いてリコードでした。そうですね、これはあのいくらでも問題作れるから、うん、まあそうですね、第2回第3回ぜひやってほしいですねこれね、はいはい。続いて、まあ、苦手だと言っていた映画さんですが、はい、そうですね、皆さんあのすごい面白かったって言ってたんですけど僕そんなに面白くなかったです。逆張り男、なんだこれ。めちゃくちゃ苦手ですね。結構横並びでめっちゃ得意って人もいないのかなとも思うから第2回やるならもう僕出しますねこれね。出す側を、ね、もう絶対もうね向いてない。はい、ということでね、面白かったらっていう方は高評価よろしくお願いします。優勝の龍太郎さん、もし告知があればよろしくお願いします。はい、YouTube で、ポーカーチャンネルを運営してますのでよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いいたします。概要欄からね飛んでください。さあ、ももさんありますでしょうか。はい、私が公式実況を務めております M リーグ2021レギュラーシーズン絶賛開催中でございます。アベマの麻雀チャンネル月間木金19時からぜひぜひご覧になってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 あとは私の Twitter もフォローしてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。いや、いいですね。以上本日のカプリピアでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。激レアの終わり方。